はいどうも、白コリです。コンコリー。クラーケンアカデミー続きをプレイしていきます。演劇部1日目を終わらせちゃいます。ママに電話しましょうね。はい、火曜日の朝まで。もうお友達はできた？聞いてよ、うちのクラスに。その人のご両親はどんな方なの？そんなのはまだ。ああ、その人のご両親とお話ししたいわ。次の保護者面談がいつか分かったらすぐ教えてね。分かったよ。なんで両親気にするんだ？はい、火曜日朝になりました。では演劇部に行って話を聞いていきましょう。何かクエストがあるといいんですけどね。うん。ねえ、どっちの方が年上だと思う？ペトロワ先生？それともサバノビッチ先生？サバノビッチ先生に決まってるわよ。だって彼は吸血鬼なのよ。嘘でしょ？やっぱ吸血鬼なのか。やっぱねえ、450何歳って書いてあったし、そういうことなのか。寮に誰かいるかな？うん、私演劇部に所属してはいるけど、他のみんなとは気が合わなくて。それ自体は悪いことじゃないさ。そうですね、みんななんかやばいし。15歳になったら自分のアパレルブランドを作っていいってパパが約束してくれたの。ほんとみんなお金持ちなんですね。羨ましい。先生、人の子よ、もうすぐ探求の時間だぞ。学びの間に、あ、今日もやるんですか授業。ちゃんとしてますね。あれ、あんた来たの？そのせい、あ、これ同じ？同じ？今んとこ同じ流れだぞ。はい、全く同じ劇でしたね。で、全く同じだった。あれ、会話が出ない。会話が出ない。なぜだ？そうか、みんなちゃんと授業を受けてたから、火曜日は演劇部で何もイベント発生しない感じかな。もう一回行動に行ってみるか。誰かいるかな？ん？あ、またマジック同じか。同じだな。じゃあ夜まで時間飛ばしましょうか。はい。あ、そういえばね、あなたの部屋をジムに改造したの。休みの日に帰ってきたらルームランナーで寝てちょうだいね。ソファーで寝ててもいいわよ。ベッドはね、お母さん、ま、あのベッドは俺の部屋を勝手にいじ。お母さん強引だな。いやー、ちょっとお母さんそれはどうかと思うよ。よく息子、この人ね、なんかよく怒らないですね。なんか怒ったとしてもまあいいや的な精神を感じる。どうしていつもナディアが主役なの？女優としての実力は私の方が優秀なのに。ナディア、なんか校長に取り入ってる雰囲気があるな。お、イエール。マジシャンとは名ばかりの未熟な奴がいると無性に腹が立ってくるな。この俺のマジックは一流のエンタメだ。それが見られることに感謝してほしいな。はいはい。まあ、ちゃんとプロ意識がある。他の面々どこにいるんだろう。鍵がかかっている。また瞑想か。他のメンツどこにいるんだろう。確かね、火曜の夜は運動部見てないんですよ。だから運動部もチェック。俺さ、学校の外にある茂みから変な動物の声がするのを聞いたんだ。クマかな？クマに会いたいんですけど。あー、いない。みんないない。どこにいるんだ？馬小屋を買うお金なんてないから、ビーフケーキをいつも一緒に連れ歩いてるの。なるほど、そういうことね。どこで一緒に寝てるのかな？遠くに何もなさそうなので、時間進めちゃいます。はい、水曜の朝に。
ママ、俺の制服ちょっとサイズが大きすぎるんだけど。大丈夫よ、すぐに成長期が来て大きくなるから。そしたらナディアの身長なんてすぐに追い越しちゃうわよ。なんか電話かけまくってたらマザコンって出たんですけど、実績。はい、水曜の朝になりました。じゃあ、ケーキを渡す。スタニスラフの誕生日ケーキ、ケーキを持ってきたよ。スタニスラフの誕生日ケーキを持ってきたぞ。うおー、すげえ。お前は命の恩人だぜ、シロコリ。このケーキ作った場所にさ、スタニスラフ多分いたんですよね。誕生日おめでとう、スタニスラフ。俺特製のこの美味しそうなケーキを見てくれよ。君が作ったのか？そうだぜ。まあ俺のレシピだし同じようなもんだよな。ケーキを作ってもらえるなんて生まれて初めてだよ。スタニスラフは顔を赤らめている。そんな一面あるの？ありがとう。あれ、このケーキどこかで見覚えがあるようなね。あの集会の大鍋で作ったからね。本当にありがとうな、シロコリ。よし、パーティーだ。おい、誰か俺にメプシを持ってきてくれよ。あ、友情バッチゲット、やったね。へえ、こんなに頑張ってニコライが準備してくれたなんて正直めちゃくちゃ驚いたよ。しかもこのケーキ意外と美味しいな。やつのことちょっと見直したかも。ステータスでさ、嫌いじゃなくなってるかな。スタニスラフ、いや、ニコライ嫌いのままですね。かわいそう。ウェーイ、誕生日おめでとう、スタニスラフ。まあなんとかね、無事に済んでよかったですね。じゃあ次は、夜にコスタリンの恋。あ、用務員さん。あ、でも先にあのデート、先にデートお願いします。ウラジーミルがあなたを見定めるように眺めている。君の見た目は合格点に達しているね。ここじゃあんまり服のバリエーションもないしな。じゃあフェアに行く準備はいいかい？ああもちろん。収穫祭ですよね。いやー、どんな感じなんでしょう、気になる。まあ、ウラジーミルの写真を撮るのかな。おお、ここが収穫祭って感じだ。ここはいい景色だな。でも何かが足りない。食べ物を探すとしよう。写真映えする何か。あれは綿飴か？完璧じゃないか。カラフルだし写真の雰囲気が良くなるぞ。ありがとう。嘘、ウラジーミル様よ。野獣馬が来ちゃう。ウラジーミル様、私の靴にサインして。直接見るとさらにイケメンなのね。おやおや、慌てずに秩序を守ろうじゃないか、レディーたち。休みの日だっていうのにファンに囲まれてるじゃないか。マネージャーとしてなんとかしないと。おい君たち、ウラジーミルに用があるなら、あなたが手に持っていた綿飴の棒が近くにいた子供の風船を割ってしまった。大変。はあ、あそこで子供を泣かせている変人、一体誰？ここから離れた方がいいかも。なんで？彼女たちを追い払ってくれてありがとう、シロコリ。君はとても賢いな。これで僕たちはフェアを楽しめるし、僕がファンを悲しませることもなかった。全て俺の計画通りさ。泣かせちゃった。これ見てよ、このかぼちゃの色、綿飴と完璧なコントラストじゃないか。シロコリー、クラーケンネットに投稿する用の写真を撮ってくれ。オッケー、任せろ。
わかったよ。行くぞ。ここもか。オッケー、パーフェクト。あなたは完璧な構図で写真を撮るため、地面スレスレまでしゃがんだ。僕を笑わせるつもりなのかい、シロコリ。でもそのおかげで、めちゃくちゃいい写真が撮れたぞ。これはすごい。ライティングによって、僕の顎の完璧な輪郭が際立っている。これはプレミアム会員用の特別なコンテンツにしよう。気に入ってもらえたみたいですね。お次は弓矢の射撃だ。ちょっとやってみようかな。別にいいけど。君が優れた意志だとはあまり思えないな。おい、俺こういうのは得意なんだぞ。普通にデートみたいだな。ちょっと待って、あんた学校の用務員じゃないか。お前には関係ないだろ、坊主。ほんと何者なんだ。用務員の給料だけじゃ食っていけないのさ。それでやるのかやらないのかどっちなんだ。やるよ。ここもか。オッケー、完璧、すげえ。今の、射的の屋台主を長年やってきたが、今まで見た中で一番美しい一発だったよ。サングラスの下で彼は涙を流しているようだった。ほらよ、全部持ってけ。どうやって運べって言うんだよ。じゃあそこにあるテディベアをくれよ。受け取れ。やった。ほら、写真の小道具に使えるだろ。お前にやるよ。これはもうデート。気が利くじゃないか。ありがとう。そろそろ学校に戻るとしようか。そうだな。いや、いいデートだったな。クラーケンネットに投稿するような写真がたくさん撮れたよ。君にちょっとしたプレゼントをあげるよ、シロコリ。これがあれば君も僕のことを一日中考えてくれるだろうからね。いや、飾らねえな。多分飾るんだろうけど飾らねえな。君と一緒に出かけることができて今日は楽しい一日だったよ、シロコリ。君という存在は僕の美しさをより引き立ててくれるのかもしれないね。よかったよかったよかったですね。友情バッジをゲットした。人気者。はい、いいデートでございました。青春ですね。そうだ、3日目の昼間は運動部と演劇部を見てない。話を聞きに行かなければ。なんか3日目にイベントが集中してる気がするな。まあそらそうか。ウラジーミル様なら絶対返信をくれるって信じてた。あ、ラブレターの送った一人。せびることしか脳のないバカなファンどもとは違うんだから。あなたもそうなんだ。ウラジーミル様に出した私のファンレター、まだ返信が来てないわ。まだ溜まってるんでしょうね。ナディアと行動で話すのは昼間でもいいのかな。夜だっけ。いるかな。あー、やっぱ夜かな。あー、夜か。水曜の夜にここに来ればいいんですね。はい、久しぶりにね、自分の部屋で寝て、水曜の夜にします。よし、ちょっと寝ようかな。これで学生寮から出たらコスタリンの恋の行方がわかるはず。どうなるでしょう。あ、いますね。私あなたのブログの大ファンなんです。彼女の顔が赤くなる。これ脈ありでは。ありがとう。幽霊に関する君の研究も僕に聞かせておくれよ。喜んで。いいぞ、うまくいったみたいだな。あれって白子り？バレちゃったじゃん。おせっかいはやめてください。う、白子り、こっちに来てくれ。よかったじゃん。僕たちを巡り合わせてくれてお前には感謝してるんだ。
僕一人だけだったら勇気を出してこんなことしなかっただろう。ああ、友情バッジ。やったー。それじゃあ、私たちを二人きりにしてくれませんか？俺はもう行くから気にしないでくれ。それともう一つ。お前はこれにふさわしい存在だ。僕はそう思う。あ、イルミナティのポスター、どうも。いや、あの二人結構いいかもですね。オカルトと、陰謀論とか、まあ、オカルト系の記事も扱ってるんですかね、コスタリンのブログ。いいじゃん、お似合いかも。チレン。いや、いいな、青春だな。さて、じゃあもう、行動に行っちゃいましょうかね。演劇部の。ナディアが待っている。よし、ナディアと直接対決。ナディアはここで会おうって言ってたな。でもなんだかあいつとの話は長くなる気がするぞ。いずれにせよ全部説明してもらうまでは帰る気もないけどな。でもその前に済ませておかなきゃいけないことってあったっけな。とりあえずこの時間軸ではもういいかな。中に入る。よし、ナディアとの直接対決だ。イベントが始まりましたね。いやー、黒幕ですよね、ナディア。すごい目立ってる。あんた本当に来たんだ。約束だぞ。ちゃんと全部説明しろ。まったく、せっかちなんだから。そんなに知りたいのなら教えてあげる。でも、ショックを受けても文句言わないでよね。私はね、貧乏な暮らしが大嫌いだったの。もっと優雅な暮らしこそ私にはふさわしい。そんな時、この夢みたいなチャンスが転がってきた。メプシのクラーケンアカデミー師匠、そこでマネージャーをしないかって話をもらったの。ついに私にふさわしい生活を送れるんだって思うと本当に嬉しかった。そうして私は私にふさわしい演劇部に入ったの。あんたは自分で思ってるほど特別な存在なんかじゃない。それくらい、あんたもわかってるでしょ、シロコリ。アミュレットをもらったのはあんただけじゃない。私は時間を巻き戻して、経済学と財政学をひたすらに勉強した。もう何ループもしてるんだ。それに、バレエも習ったし、新しく5種類の楽器も演奏できるようになった。あんたもそのアミュレットで、似たようなことをしたと思うけどね、シロコリ。ああ、うん、で、お姉さんほどね、ちょっと勉強とかする側には使ってなかったですね。でも、私のアミュレットにはそれ以上にも特別な力がある。なんだ？え？守護霊じゃん。なんだ？おほほ。自分の無力さを呪いなさい。さあ、私の仕事の邪魔をしないで。え？若き使徒よ。あんたたち、テレポートできるのか？あなたを助けに来たの。お主のことは我らが守ろう。だから、我らの友を解放してくれ。わかったけど、どうすればいいんだ？お主の直感を信じるのだ。あんまり参考にならない助言ありがとう。何の参考にもならないですね。でもなんだかさっきまでとは違う感覚だ。一体誰と喋ってるの？あんたのそのボロボロのアミュレット、もう二度と使えないように壊してあげる。何？急に。このボタンは何？このボタンは何？何？これどうすれば？よけゲー始まってる。これボタンを押すと、それ何使うの？そのなんかピョンって出てくるの何使うの？ここ、いや、なんかなんだなんだ、何の意味があんの？なんかタイミングがあるのかな。あの顔が出てくるのが一体何なん？
どういうこと？私にはさっぱりわからないよ。ここで？え、なに？あ、叩けた。あ、そういうことね。あのボタンは別に関係ない。よしよし。正面から殴るのね。え、あんた、実の姉を傷つけて何とも思わないわけ？この戦いが終わったら、ママに言いつけてやる。レーザービームのことも話すのか？これさ、ナリア、あ、ちょっが放ってるの。なんか、激しくなってる攻撃が。やばいな、ライフ。そっか、守護霊分の3つは守ってくれるってことなんだ。早く降りてこないかな。お、あ、ここで、オッケーオッケーオッケー。今じゃ、ぶっ届け。でも、その程度の小細工じゃ、私には勝てないよ。まだなんか、あ、ちょっと、一体何の音？あ、あの化け物はなんだ？ここから出て行って。私にはやらなきゃいけないことがあるの。あんたたちを傷つけたくはない。そんな、まさかナディア、あんたなの？私はこんな力を手に入れたの。私のことを止めるなんて誰にもできやしない。ナディアのやつ、正気じゃないぞ。そこのあんた、俺のことか？そうだ、私とピエールがナディアを止める方法を探す。その間、ナディアの気を引きつけておいて。わかったよ。協力してくれるんだ。めちゃくちゃ避けないとな。はい。うんうん。激しいな。で、おっほっほ。私に触れることなんてあんたにはできないの。さあ、この状況をどうするつもり？どうしよう。みんなどうする？考えて。私には、避けることしか、できません。怖い。はい。クラーケン。あ、アミュレットが。今だ。ナディアが何か落としたぞ。これを拾う。壊せた？ああ、やったぞ。そんな、私の力が、私のビジネスが、全部取り上げられちゃう。これからどうやって演劇部の学費を払えばいいっての？庶民の部活になんて死んでも入るもんか。もう水臭いよ。あんたのこと、私たちが見捨てるわけないでしょ？どういうこと？俺たちが学費を払う手伝いをしてやるってことさ。だって、俺たちは友達、だろ？本当に？あんたはいつだって私たちと一緒にいてくれたじゃないか。ちゃんと友情あったんだ。失礼だけど、お金が全てだと思ってました。アミレットが光り出した。ナディアのアミュレットは一体何だったんでしょうね。守護霊を操るというか取り込んでたなんて。やっと解放できましたね。うん、元通り。これで、もう学園は滅亡しない？我ら守護霊、そのすべてを解放したのだな、使徒よ。よっしゃ。これで任務完了、だよな。あとは、裏切り者を倒すだけだ。は？裏切り者はナディアだろ？ナディアならもう倒したぞ。倒すべき相手はナディアではない。あまり時間が残されていないようだ。まだ止まらないんだ。別の時間軸で、裏切り者を倒す三段を練るといい。アミュレットを使い、時間を遡るのだ、使徒よ。裏切り者、いや、校長じゃないの？
はい、過去に戻ります。あの、アミレットをナディアにあげた人物ですよね。何が起きたんだ？アミレットが使えない？どうすればいいんだ？地震も止まらないし、あと数時間しかないっていうのに。この電話の音、一体どこから聞こえてくるんだ？電話の音が聞こえるのはこっちからじゃないな。え？これここ？校長に会いに来たまえ。今すぐにな。ナディアを倒してハッピーエンドだと思ったのに、まだ終わりじゃないのか。あー、でも時間は止まってるみたいですね。このまま、校長に、校長からの呼び出しなのかな、今の。うん。揺れてますね。あ、校長じゃん。